速度変化算を得意にするにはこれからどんどん練習する速度変化算の解けちゃう表を覚えましょうそれだけです。問い 1A 君は 80m 毎分で駅に向かって歩いていたが途中から犬に追いかけられて 200m 毎分で走ったところ 平均の速さは 150m 毎分で12分かかって駅に着いた。A 君が歩いた時間は何分か。速度変化算の解けちゃう表を使おう。速度変化算の解けちゃう表は見出しが縦に速さ、時間、距離、沿う、は、時期です。横には A から B、B から C、全区間となります。表の中の計算ルールは、 縦方向が掛け算で、これは3箇所あります。横方向は足し算で時間と距離は足すことができますそうすると全区間の距離が縦方向と横方向と2通りに表せるのでここに自動的に方程式が出来上がるというのがこの表の仕掛けです。また表の別のよく分かりやすい場所に式ができる場合もあります。では、 早速問題を解いてみましょうまず問題文から直接わかることを黒の字で記入していきますまず歩く速さが80この時間について聞かれているので x 分走る速さが200全体の速さが150で時間が12分すると走った時間は かっ12マイナス x 分となります。この後、計算を進めていきます。これを表のルール通りに計算していくと、歩いた距離は 80x、走った距離はかっこを外すと2400マイナス 200x。全体の距離を横に計算すると2400マイナス 120x。縦に計算すると、 150×12 1800イコールこの2つがイコールとなります。すると、移行して 120x イコール600、x イコール5となります。というわけで、これだ !1 が丸です。問い2。A 君は、 x メーーートル離れたスーパーまで買い物に行った行きは1 0 0 m 分の速さだったが米を買ったため帰りは5 0 m 毎分の速さになった買い物には10分かかり往復に全部で46分かかったスーパーまでの距離を求めようそれでは問題文からわかることを黒い字で書き入れていきます行きは速さが100 距離はスーパーまでの距離 X です。帰りは速さが50、距離はスーパーからの距離 X です。往復には全部で46分かかりましたが、買い物の10分を引いてかかった時間は36分です。それではこの後、計算を進めていきましょう。行きの時間は、はじきを使うと速さが100で、 距離が x なので、ここが分数の横棒になって、100分の x です。帰りの時間も同じように組み立てて、50分の x になります。そうすると、ここに式ができます。つまり、100分の x プラス50分の x イコール36です。両辺を100倍すると、 x プラス 2x=36003x=3600x=1200 イコールイコール x イコールとなりますそうするとこれだ2が丸です問い 3A 君は 50m 毎分で沖に向かって泳いでいたところ途中で 150m 毎分の離岸流に巻き込まれ、わずか8分で 900m 沖まで流されてしまった。A 君が離岸流に巻き込まれていた時間を求めよ。ただし、A 君は離岸流に巻き込まれている間、呆然としていて流されていただけで、泳いではいない。皆さんも海に行ったら離岸流に気をつけてくださいね。問題文からわかることを黒い字で入れていくと、 泳いでいる速さが50、離岸流の速さが150、全部で8分間で900メートル流されました。聞かれているのは離岸流に流されていた時間で x。そうすると泳いでいた時間は8 x となります。さあこれから計算をしていきましょう。 表のルールに合わせて計算していくと泳いでいた距離は括弧を外して4 0 0 5 0 x 離岸流に流された距離は 150x そうするとここに式が手に入りますつまり4 0 0 5 0 x 1 5 0 x 9 0 0です。移行すると 100x=500 X イコール5となります。ということはこれだ !4 が丸です。問問4応用問題 A 君は 4km 毎時で歩き 2km 毎時で坂を上り 10km 毎時で1時間坂を駆け下ったところ。 全部で9時間で 32km の距離を進んだ。A 君が坂を登った距離は何 km か求めよ。問題文からわかることを黒い字で入れていくと、歩く速さが4、登る速さが2、下る速さが10、下る時間が1、全部の時間が9、全部の距離が32です。 ここから計算を組み立てていきます。表のルール通りに計算を進めていくと、下る距離が 10×1 イコール10、上る距離を聞かれているのでこれを x とします。そうすると、歩く距離は32から10と x を引いて22引く x となります。歩く時間ははじきを使うと、 速さが4で距離が2 2 x なので横棒が分数の横棒の役割をして4分の2 2 x 上りの時間も同様に組み立てて2分の x そうするとここに式が手に入りますそうすると4分の2 2ラ x 2分の x====8。移行して8 両辺を4倍すると2 2ラ x 2 x 3 2そうすると x=10 となります。ということはこれだ !4 が丸ですチャンネル登録お願いします。 見てくれてありがとう。入試やテスト、頑張ってね。